れ？これってラニの体？一体なぜ？まさか何者かの攻撃？すごい！本当にクリスの体になってる！うわぁ！自分の体が！つまりそこにいるのはラニってこと？うん！あれ？さっきのこと全然覚えてないの？頭がぼんやりして、さっきまで私たち催眠術が本当に効くかどうか本を見ながら試してたんだよ。そうだった。それでラニが私たちの体が入れ替わるって言いながら振り子を。でも催眠術ってことは本当に入れ替わってるんじゃなくて相手になりきったって思い込んでる状態だよね。でもこの感覚が思い込みとは思えない。まあいいか。でこれどうやって元に戻るの？そのうち戻ります。だってちょっとその本いい加減すぎない？今後は絶対に催眠術は禁止だからね、ラニー。その後一晩寝たら無事に戻りましたとさ。やれやれ。